こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。シティーズスカイライン、ライブ配信始めていこうと思います。今回はビルド編です。工業都市か。ついに工業の需要が復活し、産業の需要が復活したので、そうそう、産業を やっていこうという感じではありますね。その一方でちょっと気になることがあって、と昼になる。この今トラック、まあ輸出で当然車を作った産業の輸出とか、製品の輸出ってトラックとともに船でやったり、鉄道で輸送したりしますが、鉄道はここだな。これをトラックを排除した場合、もしくは市民が外に流出できないようにした場合どうなるかっていうのを、見ていきたいと思います。トラック輸入してきたから、トラックどんどん出ていきますね。ちょっと実験パートかなと思います。ぜひご覧いただければと思います。いつも通り配信は、Twitch で行ってます。 Twitch アカウントフォロー、チャットコメントお願いいたします。マイ Twitch アカウントフォロープリーズ&チャットコメントプリーズ。アーカイブはいつも通り YouTube にアップロード予定です。2日後。18日21時頃からプレミア公開いたします。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel 2 days afterまあ、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。旧 Twitter である X のアカウント持っております。アカウント、フォロー、リポスト、いいねお願いします。TwitterX、マイアカウント、プリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではですね、この外に出す車を出させないようにしましょう。なのでこれ出させないようにする、つまり線路を変えるとこはどこになるのか、一旦ストップ。お金は微増っていう感じですね。一方でということで、道を変えるモードにして高速で、このバスオンリーっていうのがあります。
このバスオンリーっていうのはバス道路、それから多分救急車両のみが、なんでアップロードできないんだ。いや、なったよな。なったなった。バス専用道になった。これによって何があるかっていうと、トラックと自家用車がここを通れなくなります。で、外に出るための道路なんで出れなくなるってことですね。ここも同様にこんな感じしてしまいます。他は外に出るのを防ぐ道路だったっけ。ここも出しちゃダメってことか。ここはいいよな、出せるよな、まだ。ここはそうですよね、ここの部分だけが出せない。あとここもか、ここも出しちゃダメってことになります。ここもそうですよね、出しちゃダメですね。ここもダメだな、ここも出しちゃダメ。あと右側どうでしょう。入り口になってないから大丈夫だと思う。これは入り口のみだから大丈夫。ここまでだな、出れないよね。じゃあこの刃を当たった先はどうなるのかっていうことか。ここは入るのみだ。3車線か、これ3車線っていうのはちょっとどうかな。でもこれ、
あ、三車線だと三車線のみのやつってないんだ。パスオンリードってないんだ。まあじゃあここはここでしゃあないってことですよね。逆に言ったら、どうするかな。ここってもうこっから出るための道でしかないから、そう、この道路問題があって広い道がないんですよね。片側2車線になってるか。だからやるとしたらもうここから出すしかないってとこですよね。多分で、建築モードに変えて、あれ？なんで？なんで一通じゃないんだこれ。あ、そうなんだ。二車線だとバスオンリーにならないんだな。じゃあまあ当然こうするしかないってことか。で、ここは片側二車線だけど、まあな、絶対撤去したいよな。ここもし あれするんだったら、もう狭いんだよな。だからやらなきゃいけないですね。あと状況によってはもう一個ね、下に下げてもいいかもしれない。ことだろうな。で、これもここで、ここは混むよな、絶対混むよな。そんなに、道がないから、混んじゃうよな。まあでもこんだけでいいよな。あと出ていく道はないから、これで全部穴は防げたはず。
ういう風に緊急用車両を作っとこう。最後のここだけはこういうふうに2車線にしとこう。まあでも住宅地だからな、ここあんまり良くないかもよね。これでもう外に出るようなものを防ぐものはないよな。さあこれで道路としてトラックが消滅するんだ。怖っ、トラックがどんどん消滅していく。うわ、救急車まで消滅するやん。ちょっとやばいんじゃないのこれ。でもあんまり出なくなったかな、これで。いやそんなことはない、出させない。あ、ここもそうですよね。なんでこれ戻っていくんだ、一回 U ターンすんだ。まあどっちにしてもこれで輸出できなくなりますね。なんだろう、警察、いや霊柩車が来てるんだ。ついたんじゃないかな。あんまり降りる人いないですね。まだ慣れてないからかな。
からか。さあ、一方、じゃあ鉄道と道路見ていきましょう。なんかすごい降りていってるな、まあ、トラックはまあわかるんだけど、変わった様子がないから。なんか道路になってる。で、鉄道ですね。さあ、車で、トラックで輸出できない以上、輸出の方法って鉄道と船のみになってますが、そんなに今のところこの駅に来るよ、あのトラックが増えるような気配ないですね。え、これ SUV ってそういうことか。大きな図書館ですね。すだましい蔵書数。そう、学研都市って、まあ、京都の南部精華町っていうところにあるんですが、ものすごい蔵書数があるんですよね。そこ並みのやっぱり凄さなのかな。まあ表向きは変わったようなとこはないな。フェリー乗り場にそのトラックが殺到することもないし、こっちはどうだろう。満杯の船が出ていきそうですね、この状況だと。ここに殺到しそうなもんですが、特に殺到する予感はないよな。十分外にトラックが出なくても満たされてるって言えるんじゃないでしょうか。一応なんで道路を消さなかったの、消さずにバス専用、バスおよび緊急車両専用道にしたかっていうと、まあバスは考えてないですけど、緊急車両についてはあると便利かなと思ったからですね。おっと、これはまあもうこれでいいじゃん普通に。あ、でもどう、ここはどうしようかな。でも入り口がここだったらもう断然工業地帯の方が有利は有利だよな。ただな、輸入はいいんだけど、輸入するときにここにあるのはいいんだけど、輸出する場合が問題で、ないんですよね、ここ。なんかあんまり鉄道が流行ってない。鉄道駅、ここですか。辺に鉄道駅あったら本当に便利ですよね。ちなみに鉄道の路線はなんか遠くになってるけどないな。
の工業地帯を、あ、工業の需要がなくなった。その影響がやっぱり出ちゃいますよね。この辺の問題ってやっぱり外に出せない問題って結構あって、でも引き込める鉄道ってあんまりないんですよね。ここでこっち側の川挟んでこっち側だと鉄道を引き込めるんだけど、こことか鉄道駅作ってあげたら鉄道引き込めるんだけど、なんかあんまり廃墟になってないじゃないですか、こっち側は。なんだこのでかい建物は、スーパーか。販売する店舗が足りませんと。多分トラックで結構輸出するっていう目論みがあったんだけど、そうはならないんですよね。ちょっとここら辺どうするかな。ここは輸入ではすごい便利なんですよ。それはすごくわかる。でまたこういう幹線高速道路の中で工業を作ったら輸入は有利なのはすごいわかるんだけど、輸出する場合がまあ問題じゃないですか。こういうふうに店舗が足りません言われちゃってるから、あるんですよ店舗は、あるんだけどな。あるんですけど、だけど、ここら辺はやっぱり不利なんじゃないかな。だからこっちやと問題ないんだけど、まあ問題あるのか。売るお店が少ない言われちゃいますよね。輸出もできないしな、この辺の地区は。まあ根本的な解決ってここの鉄道を
通すことだとは思うんですけどね。高さ的やだ。これって鉄道的に入れるのかな。ちょっとやってみよう。あ、ダメだ。あの、下をくぐれないんだ。高さ的にやっぱりなんか足りないんですよね。まあ、ここら辺工業予定地してるんで、ここか、ここに工業の駅立ってるから、当然ここに工業建てるとすると、あ、工業の銃が復活した。ここら辺に駅が建つと、ここら辺ぐらいまでは需要あるのかな。正直トラックだいぶ需要がやばいんですけど、輸入的には資材トラックに頼れるんだけど、それを売るものがもうないっていう状況ですよね。それはトラックがあればいいんだけど、それ渋滞の元になっちゃうからな。ただでさえ今ですらこれですからね。多分距離がなさすぎると思う。もうちょっと距離があれば、できると思うんですよ。だから結局トラックが、これ多分鉄道駅から来て高速道路に乗って、あの、この辺の工業地帯に向かってってやってるんだろうな。まあ、こんなに恋しくないかも。
何？製氷工場か。公園がありますが、公園ってなんかいらないよね、ここ。普通にここは使っちゃいましょう。あ、道沿いだからこれはいらんわ。だいぶあれしたじゃないですか。で、今7つか。知れないな。で、売るものを立てていくかな。さらにこの辺はいらない。収録域に変える。感じかな。
まあ、この通り大通り沿いはなるべく工業区域避けてもいいかもしれない。と道路もあるしな。これあるから住宅区域してもいいんだけどな、部分的には。どこに行くんだ。あ、ちょっとストップ。この辺のトラックどこに行くかって見てみるか。あ、やっぱ貨物駅の所有者ってあるんだ。ナイロンの伝統なんだこれ。ここもやばいな。で、でだ。ここなんですが。まあなあ。この場所に近いとこを工業域にするといいって思ったんですよね。でも残念ながらそうじゃなかったみたいだ。っていう流れになってます。これはどこに行くんだ。ちょっとついていきますか。近いか。あ、渋滞してる。これ大体はここで降りちゃうから、ここで渋滞は避けられないんだよな。ここですね。終わりじゃない。さらにどうやらこの先に作ろうっていうことか。バスも走ってますからね。そう考えるとトラックで、ね、渋滞は避けられないんですよね、ここの通りは。もっと工業地帯の需要がやっぱりないんで、ないし売るお店が足りない言われてるからな。売
るお店が売るお店が足りない言われてるし、厳しいですよね。お、高速に戻っていった。ここで左側に曲がっていきます。トンネルを通って、これは川を渡るのかな？それとも、橋を渡りますね。ここすごい混雑してんな。ここで降りるんだ。右に曲がるのかな。あ、これで入っていくんだな。この美保騒動、くねくねした。どこ行くんだ。さっきお子さんなんか工場に。でこれで空になりましたね。木材が。連接バス、この勾配の中で止まらないといけないのはすごい怖いな。そしてこのまま高速に入っていきそうです。でも鉄道駅向かっていくのかな。降りた。確か近くに鉄道駅あったと思うんですよ。このまま左曲がりそうですね。なるほど、ここで鉄道駅で、まあでもそんな鉄道駅も需要が多いわけじゃないですから、ちなみにどうなってるかって言ったら、予算パネル、1% ぐらいまで上げとくかな。で道路は 1% 下げる。このぐらいかな。ちなみに他のあれも見ていきましょう。電気はまあ文句ないな。ちょっと不安はある。ゴミはまあ大丈夫でしょう。健康度は 69% 普通かな。ちょっとやっぱり病院が足りない。葬儀サービスはまあ大丈夫じゃないかな。若年者は 83%、 61% はちょっと低いけど、平均寿命は71年で短くはないんです。ちょっと犯罪者が多い。警察予算を微妙に、警察って結構バカにできないから、警察予算微妙に上げとくか。電力はまあ下げてもそんなに変わらんしな。教育ってどうなんだ。
からんな。ユニーク予算はまあ下げよう。これなんだっけ、路面電車か。お金かかってないしな。船も上げない、 2% 上げとこう。飛行機は分からんし、現時点ではこれでは分からんな、まあ、このままにしとこう。これなんだ、ロープウェイか。まあ使わんよな。ということで、環境に優しいカンパニーに行くトラックですね。橋を渡っていきます。でトンネルをくぐって降ります。ちょっと道が狭いな、ここ。あ、まあ住宅地か。住宅地を堂々と通っていくのはどうかなと思いますが、さあモノレール沿いの道にやってまいりました。そして、いや、もうすぐ離れますね。公園が両端にある、非常に環境のいい場所です。住宅街かな、ここ。住宅街なので歩道、車道は狭く、歩道は広くしてますと思ったら商業街に差し掛かってる。右折レーンを設けてますね。右折レーンもお金かかるんですよね、意外と。あ、ここ工業地帯だ。なんかやっぱり時間がかかっちゃうよな。駅から、貨物駅からやってきて、でそこの現地に行くのは、しかも全然関係ないとこ、別の貨物駅使えばいいやん。貨物駅とか船使えば早いのに、なんで対岸の貨物駅から輸送されてくるんだろう。トラックではやっぱり移動距離が多くなりすぎると良くないですね。工業需要もちょっとずつ増えてきてますね。でも多分人作って商業需要を立てないと工業需要は上がらないと思う。これで、ね、戻っていくのかな。でも貨物駅に戻っていくとすると相当移動距離が多くて無駄ですよね。
2024年問題って結構深刻だけど、移動距離が多すぎるのは良くないよね。どこに行くんだ。左に行くかな。行きますね、ここに。あ、ってことはこの若松駅に戻ることが濃厚ですね。あ、ちなみにちょっとストップ、積載はしてないんで、これ空のまま貨物駅に戻って貨物駅にするような感じですね。そう、貨物駅に行ってるトラックで積載してるトラックってどのぐらいあるんでしょうね。あんまりないんだったら輸出してないってことになりますけどね。配達中だし、貨物駅そんな向かってると思わないんだよな。積載率が貨物駅へ行くものの積載率が 0% ばっかりじゃないですか。これ貨物庫が持ってるけど、考えちゃいますよね。地帯はこれは工業地帯はもう置いときたいしな。この辺は貨物駅近いとこは住宅地、住宅地別にいらんよな。だから工業地に戻します。工業地かあって商業地だもん。結局植樹近接じゃなくて工樹三樹近接は失敗に終わったってことだもんな。そうそう、ここら辺な。でどうなんだろう、工業地帯のままでいいのか、それとも入りにくいよな。まあここはここ降りてこう行けば工業地帯あるから別に工業地帯でもいいんだけどな。
だいたいここからね入ってくるよな。ここはどうなんだろう。積載率が 2% しかない。あんまりトラックないじゃないですか。あ、輸出してる車があるわ。これはこれですよ。これがやりたかったことなんです。あのモーダルシフトをね、ちょっとこの施設どこの施設なんか見ていきますか。今輸出しましたよね。あれ、ここ工業駅、なんで貨物駅に行くんだ。あ、逆に輸入してくるのかこれ。いや、輸入貨物駅通ってるけど輸入はしない。結構ここへって高等教育が必要な場所なのか。あ、今出ていったけどこれはゴミ収集車か。近くの店に運んでいくのかな。いや、それっぽい。いや、違うのか。高速道路に乗ってる。でもすぐ降りちゃう。なんじゃそれ。右に曲がった。あ、ここか。まあようわからんな。これ工業地帯か。これどうなんだろう、この工業地帯。まあでも働いてないとは言えないよな。どっちかというとこっちの方をもう工業地帯から脱出させたいっていう感じじゃないですか。悩むな。
工業幼稚園地はここなんですが、どっから住宅地にすりゃいいかってことだろうな。もうここも入れ替えがすごい激しいから、あんまりあの工業地帯としてはどうなんだろう。あんまり合格点を与えられない感じがある。ありますからね。ここそんなに良くないよな。この辺の駅に関しての工業区域はいらないな、もう。ここ住宅地建ってるけど、いつまでこの住宅地を残すかっていうことですよね。わからん。いや、まだだな、まだ。いやいや。
りないんですよね。とにかくこの辺の店舗が、店舗をもっと作れ言われてますし、需要に関しては工業がある時もあれば、もう工業需要がここすぐ出てもすぐ引っ込んじゃうんですよね。工業需要だとしたら、結構住宅のこの辺の住宅の需要も状況によっては出てき始めるんじゃないかなと思います。ここ住宅でもいいぐらいなんですよね、工業じゃなくて。でもあ、でもどうなんだろうな、まだわからんな。ちょっと鉄道を引いてみますか。で、これをここで地下に入る。で駅を作る、貨物駅を作る。これドル脇に建設しないといけないのか。あ、じゃあ、だからといって。こんな感じかな。で、ね、あ、そうなんだ。だから、あ、でも、
こっちの方がいい。で、ダメ？いや、ダメかな。ああ、高さが高い。え、なんで？なんで占領されてるって出んだ。ちょっと待った。ストップ。移動です。このぐらいまで移動しといて。こんな感じですね。で、水を敷いてやればいいのわけで、で、あと電力が足りない言われてるんで、電力については。これ工業予定地がこっちだろうな。こっちだろう。ってことは、これね、道路変えよう。で、三車線にして、ん？これだとここに行くところで問題が発生しそうだから、いや、反対だな、これ。反対だ。で、ここで、どっちが優先すべきかな。まあでもこっちかな。こっち優先すべきかな。
な感じで立てて、あ、ここの車線は そうよ、うん、ね、え、なんで？で、ここがこうだよな。で、なるほど、つまりこういうことだな。
ね、鉄道駅をまた開設したってことになろうか。で、貨物駅を開設して、問題がなかったらちょっとこれからやりに行くか。逆でもいいかもね。あ、逆でもいいかも。これみんあの。でもいいかもね。ちっちゃい車が入ってきてますね。ストップ。この車は一体輸入されてきた期間中ってことは輸出してるんだ。これもそうですよね。環境に優しいカンパニーあたりからどんなとこ？ああ橋渡ってるよね。住宅地してもいいかも。工業じゃなくて。住宅地もないわけじゃないですからね。でも後半もういいでしょう。さすがに工業需要で。こっちなんだよな。これは微妙だな。そんなに足りないわけじゃないかな。需要が。ここはなるべくもう工業はやめよう。この区域に関しては
けとこかな。あ、燃えてる燃えてる。早く早く。あ、来た来た、消防車来た。鎮火した。なんだこの交通計量情報っていうのは。あ、歩行者なんだこれ。ここは奥に関しては、ここに関しては住宅欲しいよな。一方、旅客需要はどうか。なんかすごいバスが待ってますね。ああ、まあまあ人来たね。車がやってきます。今の状況こうなってんな。まあまあここも車が多くなりだしたかな。まあでも、ギリギリ届く範囲。
こうかな。基本的にこの道に関しては保管どこ、こんな感じになるのかな。でも少しずつトラックも出てきましたね。ちょっと、このトレーラーヘッド追ってみますか。あ、ダメダメダメ。なんで？なんで追ってくれないんだ？追い始めた。え、どこに行ってるんだ？ここは高速に入るのか。ここで降りますね。工業地帯に入ります。工業地帯に入って入っていくということですね。中央工業需要が相変わらずないのが辛いとこだよな。ちょっと車がやっぱりオーバーしすぎてんな。なるべくでも貨物駅は近づけて置いたんだけどな。すごい渋滞だな向こう。あ、それでもこのジャンクションの向こう側だもんな、貨物駅も。曲がった。そしてこっちへ入っていった。ここは行きます。高速に入る。
なんかさっきの場所に戻るからもったいないよな。移動量が増えちゃうよな。反対側の工業地帯に向かっていく。これお店に売ってるんだな、輸入されたものを。でもそれだったらトラックの輸入じゃダメなのかな。輸入については制約ないからですね。引き続き17,000を切ったな、人口が。すごいな、ここすごいやばい。集中しちゃってるよな。まあボトルネックになるんじゃないかなと思ってたけど、やっぱりなったな、渋滞ね。向こうからも車来るしな。南の方へ行く？今度はどこへ向かっていくんだろう。あ、これで戻っていくんだ、貨物駅に。で、これで終点ってことですね。そうか。あ、この辺をちょっと貨物駅にしてもいいかもしれないよね。この辺とか、まあ、こっちでもいいか。こことかね。余裕あるからな、スペース的には。地下鉄との関係も問題だよな。
あ、そうだ。それに、駅を先作った方がいい。駅結構でかいんだな。傾斜急すぎるからな、ここら辺だと。ちょっと待った、ストップ。どうよ。いや、置いとくのもったいないかな。どこだっけ、すごい渋滞してるとこって。わからん、どこだろう。ここに置いとこう。で、これで。で、なんで？消防本部があるな。消防本部が邪魔なのか。ちなみに消防の場所は、なるほどな。まだ占領されてんな。何がダメなのか。あ、ここゴミ焼却炉がある。なるほど、ここがこうなってるとダメなのか。あ、でもこうなるとダメだよな。ダメだな。ってことは、
こういうことだな。まあこの辺りに置いてってことかな。これでやってみましょう。どうでしょう。足りるのか問題がある。当然のごとくだから、ここがまあ問題になるよな。あ、ここが入らない。とりあえず2駅、駅を作ったよ。化するんだ。
ばいな、これ。物が足りない言われてる。こういう定置がな、信号があるんだけど、これ
で、反対側こんな感じかな。なんだこれ、何作ってんだ。経済新聞社、大丈夫かな。コンビニエンスストアか。遠いとこで需要がなくなったらこれ立ち去らせよう。でもまだ本当にいらないかわからんしな。こっちはなんかどんどん撤退させていこう。あえてここも同様だよな。いらんよな。うまくいけば住宅地も建てることできるかもしれないしな。で、当然のごとくだが、
これはなんだ、工場か、印刷所。問題が山積みですわ。人が足りないのと、売るとこが足りない。ちなみに輸出、都市の統計をここで見てみよう。人口は変わらない、資金は分からん。そんなにやや下がってるけど、グラフで見て結構ひどいってはならないってな。価値は少しずつ上がってる。税収はちょっと下がってる。流入は分からんな。揺らぎがあるか。出生は伸び悩んでる。死亡は減ってる。雇用率は高いまま。求人数もそんな変わらない。まあ工業分減ってる感じかな。教育水準ってどうなんだろう。まあこんなもんか。学生数はどうなんだ。増えてるかもしれん。観光者数はなんか最近悪くない。収入も含めて航空はうん、横ばい。住宅はちょっと上がってる。小学行けも順次上がってる。産業は下がってきてるけど、今後の傾向次第だろうな。オフィス価格は上がってるよね。囚人は全体でいう、ま、長期間でいうとやや増えてるかもね。輸入は増えたな。ただ一時的な減少かもしれんしな。輸出は激減のはずだ。今のところはやっぱり輸出は厳しいよな。だってトラックが使えなくなってるからな。まあこれがどこまで下がるかですよね。なんかここは置いとこう。ちょっとこれも労働者不足してるのは気になるけど、そう、住宅地も建っていかないとな。ここ商業地になってないのが問題だよな。近くが需要があったらこの辺も工業予定地建てないとな。
この辺かな、工業低地本来建てる場所って結局商業地にしちゃってるけど、なんだ人口が不足してるって出てるな。そうなんだよな、自己病気になってるし、人立てても人口不足しちゃうんだよな。病院科学館か、科学館なんであんまり建てたくないよな。ちょっと科学館移設させよう。なんかいや悪くないんだけど、科学館ちょっとあんまりここにスペース置いてほしくない。丸ごとここを住宅地にしよう。でも本来であれば当然のごとく一旦これ撤去して、これはこうだな。で、こうでこうだ。ちょっと学校は、学校はここか。あ、学校ね、移動移動。
なんでこれ嫌なのかな。まあ、こっから住宅地建ててもいいかもね、工業地。まだまだ足りない言われてる。まだ人とやっぱり物が足りない言われてるしね。まあ需要がないから仕方ないな、しばらくは。ここに工業地域を建てるのはもう方針として揺るぎない方針だけどな。その一方で需要がない、とにかく需要がないとどうしようもないからな。
こっちももしかしたらあの息を変えるかもしれない。ただ輸入でこちら輸入で人は足りないわけじゃないし、店が足りないだけだからな。あーでもここ道路が下がるとこなのか。輸入はこれで問題ないんだけどな、輸出だよな問題は。でもこの辺はもういらんよな。この辺とか、いや、117,000人を統合しようそうとするのか、それとも
予約立ってきたな。ちょっと減ってきたな、なんか全然車がないし。まあだからといって。じゃあしませんってわけじゃな、いや、いかないしね。
まあでもここは、病気になってるけど欲しいよな。工業地域が近いからかな。この辺いらんよな、工業地域。確かにな、ここは
そうだね。入れないんだ、入り口だけなんだ。ちょっと問題があるな。これ撤退させるのはちょっともったいないな。本音はここも工業地ってならないか。まあやめとこう。さすがにちゃんとあるんだよな。
人口はともかく、あの日は微減になってんな。まあ燃えてる？例のスタジアムはちゃんと健在だよな。3連敗してるんだ。ここに住宅地がという、まあそうか、そういうことか。インターが近いからか。まあでも単純にインターが近いからって言っていうのはダメで、貨物駅とか港とかが近いっていう方が、重要だと思うよな。クローリーか。奥の方が需要が高いのかな。いやでもうちも別に低くはないな。なんか需要が書いてあるけど。トラクターこれも期間中で、貨物駅は持ってる。トラックが
住宅地ですね。すごい綺麗だよな、とにかく住宅地美しい。川に向かって橋を渡って、この橋も相当のやっぱり交通量だよな。場合によっては一本橋を、この上流側に一本橋を増やしてもいいかもしれない。すごいな、ドリフトしてる。すごいな、高速道路の交通量は相変わらず。おいそうだな、鉄道駅があろうが結局はなんか何何何トラックが行っちゃうんだよな。曲がってトンネルをくぐって超分離帯だ。
着いた。ということは戻っていったっていう感じだけど、需要はあるんだけど売る商品がなかったりするんだよな。労働者不足してたり、工業地域って難しいな。この辺も開発できるし、でもまあこの辺を開発しないとダメだろうな。順次あとそうだ、予算だ、予算を見ないとあかんわ。水は足りるけどな、電気は余裕。1%2% 生徒もいいかな。結構あれなんだよな、これ健康管理か。変えられないしな。
大きく人口が増加することはまあないと思うから、これでちょっと予算をわずかながら削減して、ちょっと黒字が出るようにするしかないかな。これはインエクスポート、輸出ですね。輸出は減ってるよな。輸入はまあまあ、主人はこんなもん。輸出価格はちょっと増えて、産業価格はまだまだ減って最低レベル、商業価格は増えてる、住宅はまあ微増っていうとこかな、僕は変わらない、観光客はまあ悪くない、客数はちょっと増えてる、客数じゃこんなもん、雇用率はまあこんなもんかな、出生率、あ、大きな変化ないよな。税収がそんなに上がってないのは気になるとこだよな。図書価値、うん、上がってはいるんだけどな。予算、ここですごく予算下げて対応したよな。そうしてからは利益上がるようにはなったけどな。はい、ということで、今回ここまでとなります。まあ工業の再配置ですね、工業地帯じゃないあまりふさわしくないところは、撤退してもらって、こういうとこは
こういうなんかあんまり工業需要が上がらない中、まあ、工業いなくてもいいんじゃないかなっていう地域についてはちょっともう撤退してもらって。一方駅を作ってその駅付近はに工業を置いたりして輸出入、船ですね、輸出入をやってもらう。で道路に関しては市の道路の流動がすごい激しいんだ。ここもいらんよな。はい、ということで、少しずつ、まあ今すごいこういうふうに隙間が空いてるとこありますが、これは再配置して効率よく建物を建てるためのものなんで、まあ一時的なものとお考えください。なかなか工業需要上がらないのがなんか意外ではあるんですが、
はい、次回は、まあ、その再配置デフラグかな、デフラグって言っていいのか、それが空いた場所から順次それふさわしい、設備を置いていきます。まあ、道路も橋以外渋滞がちょっと減ってきた感じもありますし、橋が良くなった感じもありますね。ここの高速道路も結構疲れるようになったし、いや楽しみですね。はい、ということで、今回はここまでになります。見ていただいてありがとうございました。すごいな、船の数。ツイッチで配信を行いました。ツイッチ、アカウントフォロー、リポス、ツイッチアカウントフォローお願いいたします。Please my Twitch アカウントフォロー please。はい、そして、アーカイブは YouTube でアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This live archive my YouTube channel Today's after my YouTube channel チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ。
はい、そして旧ツイッターである X のアカウントを持っております。アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントプリーズフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画で移行でした。